佐野力四月11日から1956年12月5日は日本の建築家、建築構造学者、東京帝国大学教授、日本大学教授、清水組副社長を歴任、1950年日本学士委員会員、芸術としての建築より工学としての建築、特に耐震工学に重きを置き、日本の構造学の発展に貢献した。 山形県西沖多摩郡、荒戸村の旧家の四男、山口阿比ラとして生まれた。聖火は、大地主であったが次第に没落し、またジップが早くに病死したため、米沢中学在籍時に、天道尾田家の藩主だった佐野家の養子となった。第二高等学校を経て、東京帝国大学建築学科に進学。建築学を、辰野ノ金吾に学んだ。卒業後、 大学院に進学及び同校講師を経て助教授。このほか、国技館や東京駅の構造設計を担当した。1906年、サンフランシスコ地震の被害調査のためアメリカに出張。鉄骨レンガ作りのマルゼン書店の構造設計を行った。1911年よりドイツに留学、欧米を回って1914年4月に帰国。 1915年、教授に就任。家屋耐震構造論で工学博士号を取得。同論文は、日本の建築構造学の基礎を築いたものと評され、また、建築構造の耐震理論構築としては、当時世界初の試みである。1915年、内務省、明治神宮造営局参事、参与を務め、社殿や宝物殿の建設。 外苑の整備に関与した。また、1921年に、宮内省からの要請を受けて、県務で、宮内省宮内技師に就任した。匠良公務課長任を1年間務め、その後同僧の北村構造に席を譲って、自らは再び学級の道へと戻った。この間、建築法規の制定運動を起こし、1919年の都市計画法と、 市街地建築物法の制定に貢献した。1920年、日本大学が創立した高等工学校の校長に就任したに日本大学工学部となり、佐野は部長に就任。1922年、雑誌に発表した都市型地震に関する災害、防止策の中で被災者数約10万と試算した。また、学芸1922年10月に、 なお科学は国税であらねばならぬを発表し、軍国主義を批判し、科学立国を主張した。1923年9月1日に大地震が発生すると内務省から救護事務官の事例を受け、救護バラック建設の指揮に当たった。9月末には内務大臣、後藤新平が帝都復興院を置いて、総裁につき、その依頼で佐野も帝都復興院理事、 建築局長に就任し、関東大震災後の復興事業、土地区画整理事業を推進したが、これに消極的で拙速主義をとり、予算を削減しようとする副総裁、宮尾俊次理事、計画局長、池田博氏らと対立した。また、東京市長の永田秀次郎の依頼により、1924年から東京市建築局長を兼任し、 都市不燃化の一環として100を超える鉄筋コンクリート造りの復興小学校建築に当たった。不燃建築の建設を促進するため、融資を行う復興建築女性株式会社の設立にも尽力した。この復興建築女性株式会社は、実質的に対価建築を行おうとする市民に建設費を融資し、対価建築化を促進する建築会社を指し、 日本初の大化建築女性を目的とした公的、資金融資の実例となった。昭和初め頃、東京帝国大学建築学科は教授の定年退官が続いたことなどで体制が整わない時期であったが、佐野は清水組の経営に関わることになり、定年前に退官した。1929年から1932年に清水組の副社長を務め、 建設会社組織の近代化を図ったまで講師を務めた。同社副社長を務めた最後の年である1932年には、新京国と建設計画主要プランナーの一人となり、かつて道半ばで挫折した東京改造計画、帝都復興で培った構想を多く取り入れたものとなる。清水組大社後は、日本大学工学部長、東京工業大学教授の職に専念したまで、 戦後は復興建設技術協会協会長などを務めた。ありがとうございます。